今年は本部前お祭り広場の第一演舞場と健康長寿医療センターの入り口付近を会場とする和踊り演舞場、そしてユーザ大山商店街の第二演舞場の3つの演舞場でご覧いただけます。また4時15分からは恒例となりましたこの本部前で12の連による総踊りの流しを行います。ぜひ壮大な踊りをお楽しみください。子どもからお年寄りまで総勢およそ500人、13の連の方々が参加して元気に踊ります。腰を落として姿勢を安定させ体全体で躍動的に踊る男踊り、手のひらを見せないように、そして蹴り足を高く上げて軽やかに踊る女踊り、どちらも笑顔を絶やさずに踊り続ける姿は私たちに元気を与えてくれます。どこまで入っていいかな、合ってないような人間ぐちゃぐちゃだよ。
会場にも阿波踊りの鐘の音が聞こえてまいりました。踊り手の皆さん、時間まで精一杯元気に踊ってください。沿道の皆様もどうぞ盛大なご声援をお願いします。さて、まず最初にこちらグリーンホール前道路第一演舞場で踊りを披露してくださるのは、藤野連長を率います共に生きよう連の皆さんと、林連長を率います板橋区役所欅連の皆さんです。それぞれメッセージをご紹介します。皆さんこんにちは。共に生きよう連です。私たちにはハンデがあり、通常のように踊ることは難しいのですが、動かせるところを精一杯動かし、阿波踊りとお祭りを楽しみます。今年も区役所欅連のお囃子のサポートを受けてトップバッターで踊ります。また私たちは誰も置き去りにされない、安心して暮らし続けることができる持続可能な共生社会を目指す SDGs の取り組みに賛同しています。続いて欅連の紹介です。板橋区役所欅連は、区民祭りを阿波踊りで盛り上げようと区役所の職員で結成された連です。第6回から参加し、今年で47回目を迎えます。区民祭り以外にも各地で踊ってまいりましたが、区民祭りこそ欅連の活動の源です。今年は行動制限のない開催となりましたので、より一層活気あふれる祭りにしたいと思っております。これからも未来を育む緑と文化の輝く町板橋を目指し、皆さんと共に歩んでまいりたいと思います。ご声援をよろしくお願いいたします。なお、欅連の後ろで一緒に踊られている皆様は、高校板橋の一般募集で参加された皆様です。温かい拍手をお願いします。